はい、おはようございます。源です。今日は月曜日ですね。1週間の始まりですが、頑張っていきましょう。まあ、外はですね、雨も強いし、風も強いし、まあ、ちょっと出かけたくない天気なんですけれども、まあ、この後僕は一応セミナーが、あるので、これが取り終わったら出かけて、着替えて出かけようかなと思っております。まあ、やる気が上がらなくてもですね、淡々とやっていくことで、まあ、積み重ねていけるものがあるので、動画を撮ってまた今週も頑張っていこうかなと思っております。で、今日の仕事はです、今日の話はですね、仕事に関することなんですけれども、仕事全般に関することなんですけれども、こう一つの仕事をずっとこうなんか続けるか、それともまあ本業があって副業があってという形で、まあ、いろんなことをやっていくか、あなたはどっちでしょうかと、どっちが合っていますかというテーマで話をしてみてしてみようと思います。でですね、まあ、一つの仕事を長く続けるっていうと、例えば僕も今年で33なんですけれども、大学の友達で、大卒で会社に入ってずっと続けている子は、もうすでにキャリアが10年超えているんですね。で、久しぶりに会ったりして話をしたりすると、まあ、肩書きもやっぱり部長さんとか、すごい子は部長さんとか課長さんとか、なっている子もいて、まあ、失礼な話なんですけれども、僕は会社勤めがそこまで長くないのもあって、まあ、大きい企業にもいたことがないので、まあ、その肩書きがどれぐらいすごいかっていうのはちょっと知らないんですけれども、まあ、肩書きがあるっていうのは実際すごいことだなとは思っております。またですね、高卒から専門職を続けている子もまあ同じくらいのキャリアを持ってますよね。まあ、専門職で10年っていうと、まあ、なんか職員の領域にも達してるんじゃないかなと思ったりもして、まあ、実際にこうすごいなっていうのが率直な感想ではあるんですね。ただそれとは別に、まあ、いくつもの副業をしてですね、収入をいくつか持っていくタイプの方もいらっしゃると思います。で、ちょっと自分の話をしてみると、まあ、自分はこの鍼灸マッサージの世界こそ7年目ですけれども、もともと他業種からの転職組なの でしかも今の業界でもこういろんな転職を繰り返してるんですね。まあ、海外いたこともありますし、まあ、治療院も立ち上げ携わらせてもらったりとか、あとは他の、保険関係の整骨院にいたりとか、いろんなところを渡り歩いている状態ですね。で、なんでそうなっているかっていうと、まあ、やりたいことがその時々あったりとか、でその時の自分に一番合っている環境を、まあ、自分自身で選んでいるので、まあ、そうなっているという形ですね。で、ちょっと話がまた変わるんですが、まあ、昨日テレビを見ていてすごい面白いのがあったんですね。っていうのも、まあ、これ撮影日自体が1年半ほど前の2018年の9月なんですけれども、三重県在住のご夫婦がいて、まあ、お子さんもいらっしゃる方で、このまあ旦那さんかな、男性の方が、まあ、月収3万円程度の仕事を、まあ、10個ほどやっているという話をしてたんですね。で、これってまあすごいことじゃないかなと、まあ、1年半前ですでにそういったスタイルを確立されている方がいたっていうのが、僕の中ではなんかわすげえなって実際に思うんですけれども、まあ、仕事としてはその方がテレビで話していたのは、ウェブ系のデザイナーとかライターとか、大学の講師とか、あとは漁師さんもやっているみたいで、で、まあ、その取ってきたイノシシとかシカとかの肉を使ってなんかカフェかなんかオープンされているそうで、まあ、あとプラスアルファで面白かったのが、シカの頭蓋骨を売ってたんですね。4万円で売ってましたよ、その人。なかなか面白い着眼点だなと思ったんですけど、海外の方とか、買って帰るのかな、持って帰れるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、そういった商売されている方がいらっしゃいました。で、今はまあこれもありかなというのはありますね。まあ、なんかこう無理して頑張ってお金を稼ぐっていう価値観が、まあ、崩れてきている、っていうのもあると思うので、まあ、こう好きなことをいくつも掛け合わせて収入を得ていく、そしてまあ生活コストの安い田舎で暮らしていくっていうのもありなんじゃないかなとはすごく思っております。で、実際ですね、まあ、正解っていうのは人それぞれだと思うので、どっちがいいっていうのは人それぞれの価値観に基づくので、まあ、僕がどっちが正解ですよっていうことはできないんですけれども、ただですね、こう、まあ、個人的には一つの会社にしがみつくのは、まあ、ちょっとどうなのかなって思ったりも今はしてますね。まあ、先日熊本で大雨が降ってね、会社が流されちゃったとか悲惨な話もありましたし、まあ、コロナ禍で会社が傾いたりとか潰れたりとかもしますし、まあ、これからまあ台風シーズン日本来ますし、まあ、地震がいつ起きるかもまあ分からない状態なので、
まあ、一つの会社にしがみつくのも、まあ、全然ありだとは思いますけれども、まあ、プラスアルファで、自分自身で稼げる能力、収入源を持っておくのも、求められてきているんじゃないかなというのはありますね。でやっぱりか一番大事だなと思ったのはこう自分が納得してやれる環境を手にすることで、そのために、そのためならまあ頑張れるじゃないですかっていうので、まあ、僕もですね今自分の求めている環境に向けて頑張っているんですけれども、なかなかこういかんせん動けないというか、まあ、コロナ禍でなかなか外出も厳しいですし、まあ、国内外の移動もなかなかできない状態なので、かといってもですね立ち止まっているのもまあもったいないので、まあ、YouTube 撮ったりとか、まあ、英語の勉強したりとか、今日は中医学の鍼灸の方のセミナーにも行くので、自分を高めながら虎視眈々と機会を狙っていくという感じで過ごしております。でもですね、まあなんだろうな、こだわりすぎない方が良さそうっていうのもあるので、まあ強くこだわりを持ってしまうとですね、まあこれは専門職にも言えることなんですけれども、こうなんだろうな、こう資格とか専門分野にとらわれてしまうと視野が狭くなってしまうので、まあこう幅広い発想を持ってやっていくのも大事なんじゃないかなと思っております。で今日の動画はですねちょっとこう話が広がりすぎて分かりづらかったかもしれないんですけれども、まあ、あなたは収入源を一つなんですか、それとも複数持つんですかというテーマで話をしてみました。まあ、こういった形でですね、話をしていっております。よければまあコメント欄とか、いいねとか、チャンネル登録してもらえると、嬉しいです。じゃあ今週も頑張っていきましょう。さようなら。